ひへうえうえふふどんなにこの瞬間を待ちわびたか。もした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 はい、どうも黒いリンゴの庄司です。今回もね、この裏横の続きやっていきます。で、確か前回翼ちゃんと時ちゃんがさ、なんか死んじゃったんだよね。マジショックだったわ。で、俺の勝手な直感なんだけどさ、なんかガキンチョ怪しくねなんだっけ、リリンちゃん、あいつなんかなんだっけ、伊蔵さんのことを好きっぽかったじゃん。で、それでなんか翼ちゃんをやっちゃえば一緒に入れるとか思っちゃってやっちゃったのかなと思って、勝手なあれね、考察まあ違ったら土下座するわってことで続きやってきます。確かこれなんだっけ、悪者祭だっけの続きだね。どのぐらい時間が経っただろうか。境内にいた人たちはほとんど奥の院に向かったらしい。辺りは夜の静けさを取り戻している。私もアスカさんたちに合流しよう。もう先生来た。このいつも先生の喋りが忘れんねえ。席を立ったところでふらふらと林の奥へ向かうお先生を見つけた。うつろな瞳、ね、格束のない足取り、やべえじゃん、酔っ払ってる。ひどく顔色が悪い。このまま一人にしたら時の二の舞になるのではないか。確かに、どうしよう。そう思うと、いても立ってもいられず、私は彼の後を追いかけた。もう自動で選択しなかったな。林の奥、暗がりの中で先生がへたり込んでいる。お先生、大丈夫ですか。ああ、黒いリンゴさん、すいません、ちょっと悪酔いしたみたいで。無理しないでください。私も腰を下ろし、今にも戻しそうな様子で咳き込む彼の背中をさする。ごめんなさい、私のことはいいですから。放っておきません。優しいですね。先生が口の端で小さく微笑む。なんか怖くね。それに答えようとした次の瞬間、何しろ足に鋭い痛みを感じ、そのまま地べたに尻餅をついた。驚いてそちらを見やると、私のかかとから赤いものが垂れている。なにいけませんよ、女性が一人で。ほいほい、男についてきちゃう。先ほどまで何これ、なんだ言ったはずの先生が私を見下ろしていた。じゃあこいつがもしかして、じゃあ今までの事件、犯人はこいつだったの。彼は平然とした顔で前髪をかき上げる。ああよかった、久々ですが、腕は鈍っていないようで。違
血色のいい肌色と平然とした表情はとても、これ泥酔？泥酔したように見えない。その手に握られているのは血に濡れたバタフライナイフ。シジマさんもクラモーリーさんも悪くありませんでしたけど、事故に見せかけるのはやはりダメですね。まるで面白くない。やばこいつ、クソ野郎が。じゃあ俺リリンちゃんの方言ってたけど違うじゃん。あの先生、さっきから何の話をしてるんです？あ、はあ、さしが悪いな。彼ら彼女らを殺したのが私ですよ。くっそ、は？なんで殺したのあいつ。ニコリと笑う先生、本当に心の底から楽しそうな笑顔にめまいがする。なんで二人ともあなたの生徒でしょう。ご心配なく。おしん笑顔殺すのは初めてではありませんので。どういうこと。最初はただの好奇心だったですけどね。懐かしいな。もう7年も前になるのか。これでもしばらく我慢したんですよ。まあ最近は結構派手に動いてましたけど、でもいちいち東京まで出ていくのも面倒になっちゃいまして、やっぱり地元へ一番だ。おやべ、気違いが欲しい。あなたのような獲物も簡単に引っ掛けられる。ひっ、先生がギラリと目を向いた。狂気に満ちた瞳に射抜かれ、身動きが取れなくなる。逃げなければ。頭の中でそう繰り返すが、何度力を込めようと激痛の走る足は動かない。いいですよ。どうぞまた もがいてください。抵抗された方が張り合いが出るってもんです。彼はすぐに襲いかかろうとせず、じりじりと歩み寄ってくる。怯える私の表情を楽しめぬかのようにねっとり笑いながら、ナイフについた血をなめとった。こいつやべえな、クソ先行が。あ、来ないで。恐怖に喉が震え、涙が垂れる。先生が刃を振りかぶる。その時、陽介、何やってんだ。現れたのはダンさんだった。状況をつかめていない彼は私と先生を見比べ、困惑した声を上げる。ああ、なんだ、お前か。なんでここにいるんだ。先生はゆっくりダンさんの方へ振り返る。そのひどく、何これ、不満な動作が余計に不気味で、私はじりっと後ずさった。なんでって、それこっちのセリフだ。お前何考えてんだよ、バカなことはやめろ。先生は先生の手に
握られた刃物と私の這いずった跡をなぞるように散った血液を見て、ダンさんはかばうように私の前に立つ。邪魔するな、タレオ。なあ、どうなってんだお前、氷介と何があった。焦ったような怒ったような誤調の問いに、私は首を横に振ることしかできない。泣き声を上げるだけの私を見て、ダンさんは先生に視線を戻す。氷介、俺はお前が飲み潰れて解放されているって聞いた。それで追っかけてきたんだ。当然だよな。だっておかしいだろ。俺だけは知ってるんだよ。お前が最近に全く酔わない体質だって。お前最初から少女を誘い出すつもりで。だったらどうした。バカ野郎、お前ってやつは。え、やば。ポタポタと赤いものが地面に伝った。それはダンさんの胸からこぼれ落ちていて。ああタリオ、本当になんでここに来ちまったんだよ。お前だけは幼なじみの、お前だけは殺したくなかったのに。先生の手に握られた刃物がダンさんの体に突き刺さっていた。マジかよこいつ。いや、すげえ。お前、目の前でダンさんの体がゆっくり傾いていく。先生にもたれかかるように、もたれかかるようにクズ俺そのまま彼は地面に倒れ込んだ。あっ、ガクガク震えが止まらない。目の前で人が死んだ、殺された。その事実に私はもう逃げる気力さえ浮かばなかった。おやべえ。こんな顔してるわ。先生がゆらりとこちらに顔を向ける。何か呆れたような感情の読めない顔がにたりと音を立てて、頬に歪む。そのまま一歩また一歩、獲物をやるように追い詰めるようにこちらへ近づいてくる。苦しげな全面と口から血を吹き出す、吹きこぼす音がかすかに聞こえる、密かに聞こえる。かろうじて息が残るダンさんの声、喉が詰まり空気が漏れ出る嫌な音、命が上げる最後の音。きっとすごく痛くて苦しいんだろう。私も今からあんな風になるのだろうか。ああ急所外しまっちまったか。ごめんな、タレオ。私も人の子ですね。30年来の親友を殺すのはやはり気が引けたみたいだ。大丈夫、あなたはあしませんよ。ちゃんと一撃で殺して差し上げます。
うわはうわえあなたおかしいわ。どうして、なんでこんなことをするの。なんで。ですか。殺すのが楽しいからです。いやこいつマジやべえな。もう顔がやべえもん。それ以外に理由がありますか。狂ってる。お褒めに預かり強烈死極。さあくだらないおしゃべりはここまでにしましょう。ふふ、どんなにこの瞬間を待ちわびたか。うわっ やめて。先生の、ね、なんつくような甲高い笑い声が辺りに響き渡る。こぼれる涙でぼやける視界。それでも徐々に距離を詰める彼の姿は嫌でも分かった。ひたっと暖かな地に濡れた刃物が私の頬に触れる。いや、誰か誰か助す。私の喉を刃物がえぐった。え、殺人鬼の住む町。え、終わったんだあいつこれ死んだってこと。マジは、えどういうことだ。じゃあどっかで分岐があったのか。ん？でもあそこで選択肢はなかったからな。じゃあこいつがもう最初から最高野郎だった。終わった。今の最後の終わった。え、どっかが分岐だったのか全く分かんないな。あのじゃあ時を追いかければよかったのか。じゃあちょっとそこまで戻るわ。これで時を追いかけるってやる。やってみるわ。やっぱり放っておけないよ。あ、おい。私は時の去っていった方へ駆け出した。うん、まだ生きてるわ。時ちゃん、うん、何か。勢いで追いかけてきたはいいが、かける言葉がない。元気出して、出せるわけないだろう、バカか。何でも相談して、会っても間もない人間に何を相談しろと。ダメだ、うまく会話が続かない。黒いリンゴさん。時がこちらを振り返った。何かな？翼はどうして死んだと思います？え？それは、どういうこと？なんで翼が死ななきゃいけなかったんですか？彼女はまっすぐ私を見ている。その表情は絶望ともつかないどんな答えを求めているかもわからない感情の読めぬものだった。
私はま、ちょっとセーブします。上でしょ。まさか殺されたとか。時の口ぶりに不審なものを覚えた私は思わずそう こぼした。ごめん、変なこと言って。翼は殺されたんですか？やっぱり。どういうことだ？何か心が当たりがあるの？誰かに恨まれていたとか、不審な人を見たとか。違う。違います。そういうのじゃないんです。ただ、あ、もしそうだとしたら、私も、トキちゃん、落ち着いて。突然頭を抱え、怯え出す彼女。その異様な行動に、たじろぐことしかできない。話さなきゃ。おじさんに話して、なんとかしないと。でないと、私も、みんなも、黒いリンゴさんも、殺されちゃう。誓いなさまに。様市内から戻ってきた伊蔵さんを見つけるなやいなや時が泣きながら、張り付いたのがほんの少し前。彼女の口からその言葉が出た瞬間、伊蔵さんの顔色が変わった。翼が話したのか？誰に？私と黒いリンゴさんと、いつものみんなと、ホアムさん。昨日の百物語で。娘の死から幾ばくも経ってない中、伊蔵さんの表情には疲労が よどんでいる。その顔をゆがめ、額を押さえたからは小さく、それでか、とつぶやいた。大丈夫だって思ったの。私が知ってた話とは少し違ったから。翼も自分の作り話だって言ってたし。何が何だかわからない私を置いて、二人は深刻な顔で話を進める。ただ自分が 何かとんでもないことに巻き込まれたのだけは理解した。あの、そんなにまずいんですか？誓いな様の話を聞いたことが。誓いな様、誓いな神の話はみんな、話は昔、禁忌とされていた。現代はその意識も薄れてしまい、町で知っているのは、しとり家の人間とよほど長生きしているものぐらいだ。だからこそ平穏だった。話自体が、やつれて、さびれていたので、目立った問題はなかったんです。禁忌？でも翼ちゃんは、伊蔵さんから話を聞いたって。確かに、翼が幼い頃、誓いな神の話をしたことはあります。我々一族ならば知っておかなければならないことですから。実際は願いを叶えるなんて話ではない。出会ったら余計なことをせず、敬を持って祈りを捧げ、やり過ごせなければならぬ存在。それが子供には願いを叶えるという方向に結びついたんでしょう。じゃあ、誓いな様はどんな神なんですか？正確なことは私にもわからない。山神の一種だとも、一部の人間にだけ信仰されていた日神だとも言われています。伝わっているのはその外見と性質のみ。
司会の様は無数の腕を持つ異形の存在、故に人は司会の様とそう呼んだ。だがその信仰もいつの時代かについえてしまった。信仰を失った神がたどる道はいくつかありますが、司会の様はその中でも特に気にせねばならぬ存在。神は神でもたたり神だ。たたり神、たたり神は特に人間の諸作の一つで最悪をもたらす脅威となります。人々から忘れさせられた神が我々に何をもたらすかは察しがつくでしょう。やっぱりこれは誓いの様のたたりなんだ。いや違うよ、お瀬先生がね、全ての元凶です。時は誓いな神に出会ったが、顔を見たか。会ってないよ。ならいい。庄司さんももし誓いな神と遭遇しても、絶対にその顔だけは見ないように。かの神と縁ができても顔さえ見なければ死からは逃れられます。そんな所詮はただの怪談話でしょ。あなたは知らないかもしれないが、この世には触れてはならぬ禁忌というものがたくさんあります。それは科学的な説明がつかぬものであることは珍しくない。司会な様もその一種、理屈や理論が分からなくてもそれがすでに存在しているという事実は変わりません。物も人も何でもいると認識された瞬間、その存在は本物になるのです。まあそうかもしれないね。確かにないことの証明は難しいが、いることの証明はとてもたやすい。知った時点でそれはもういることと同じ。忘れることはできても離れることはできても、知らなかった時にはもう戻れない。とにかく誓いな様と呼ばれる存在は確かにいます。そしてあなたは誓いな様とつながりを持ってしまった。その事実を忘れぬようお願いします。ん？いや、でも最高先生があれじゃないな。その日の晩はよく眠れなかった。正直、誓いな様の話は全く信じられない。土地にまつわる伝承なら、一つや二つあってもおかしくないだろうが、それは現代でも恐れられる神のたたりなど、うさんくさいにも程がある。ただ、今日の出来事に何か引っかかりを覚えたのも事実だ。それが何かはわからないが、あまり良くない違和感がして、布団の中でただ、なんか、悶々と過ごした。淡々と過ごした。翌朝。なんとなく一人が心細い私は、なるべく人の集まる場所に行こうと、早々に宿を出た。おはようございます。弱っても、トキちゃん、学校はどうしたの？今日は臨時休校になりました。それで私一人は心細くて。あ、一緒じゃん。おもんくんは学校行っちゃったし、両親は仕事で忙しいし、もしよかったら一緒に過ごしませんか？出会った時に見た怯える小動物のような瞳。よっぽど不安なのだろうか、密かに肩を震わせ伺うように私を見上げる。いいよ、私もちょうど寂しいなって思ってたんだ。よかった、ありがとうございます。彼女は不安げな顔を少し忘れる。
正直この居心地の悪い空気の中で一人でいるのは厳しいと思っていたので、私にとってもありがたい申し出だ。どこか行きたいところはある？付き合うよ。とりあえず人のいるところで。同じこと考えてた。私と時はあてもなく大通りをぶらつくことにした。これで進んでいく。しばらくうろうろしてついに行くところもなくなった頃、私たちは神社の前にたどり着いた。せっかくだからここにも寄っていこうか。そうだよね、ごめん。バルモの神社は亡くなった翼の家、立ち寄ることも今の彼女には辛いだろう。無神経な提案に罰の悪い顔をしていると時は慌てたように話題を変えた。あの山登りません？ちょっとくらいなら気分転換になるかなって。ぎこちなく笑う彼女に胸が痛む。気を使わせてしまった。そうだね、少しリフレッシュしようか。私も気まずさをごまかすように曖昧に笑い、整備された登山口へ向かった。誰が死んでるかはな。山は明るく空気が澄んでいた。昨日の悲劇が嘘のように、日差しは高く鳥の声は楽しげだ。これが本来のウランのあるべき姿なんだろう。軽く登り進めると眼下に街が広がるいい場所になる。気持ちいいね。純粋にその景色が素晴らしく微笑みながら時を振り返った。なんか切れてる感じ。彼女は眉を潜めていた。危機の奥を喫し何かを睨むような顔。どうしたの？何かあった？私には危機のざわめきや虫と鳥の声しか聞こえない。やっぱり聞こえる。何かきしむような。ん？あ、ちょっと。夕が早いか彼女は草木をかき分け林の中へ入ってしまう。設備されている観光地とはいえ山は山、翼の事故はあったばかりだ。私は時を見失わないように慌ててその後を追う。直後、キューえ？時の絶叫が響き渡った。どういうこと？もしかして数歩遅れて彼女に追いつく。なんか死んでそうだな。誰か目の前にあったのは、アスカさんが死んでるわ。マジかよ。その首に太いツタを何重にも巻きつけ木の枝からぶら下がっている彼は間違いなく死んでいた。なんで？時ちゃん、見ちゃダメ。私は時を抱きしめるように目を覚め、彼女は頭を抱えるようにながらおへつをこぼしていた。やべえ、やべえじゃん。てか、え、なんで？やっぱ、ね、先生、子供からさ。いやひどいよ、こんなの、ひどい。アスカさんの表情は苦痛に歪み、首には爪でツタを解こうとかき蹴った跡がある。やべえ
えじゃん。誰だこれ。顔や体からあらゆる体液を溢れ出せ、絶命しているその姿はあまりにも悲惨だった。とにかくすぐ警察に連絡するから。私は泣きじゃくる彼女を連れ神社へと駆け込んだ。マジかよ、あの佐伯先生がやったの。結局飛鳥さんは自殺ということになった。マジで絶対あの佐伯先生だろ。あの間にあったのは彼の靴跡だけでさ、第三者が介入した形跡がないことからそう結論付けたらしい。はあ？そんなわけない。アスカさんが自殺なんてするわけない。だって死ぬ理由がないもの。私も彼が自殺するとは考えられません。そもそも状況が不自然すぎる。やっぱりアスカさんも誓いの様に。まさかいくらなんでも無茶苦茶ですよ。たたりなんて実際にあるわけ。それが今まさに起こっているんです。ありえない。とにかく誓いの様の顔だけは絶対に見えないように。見なければ命までは取られません。え、なんかこの伊豆おかしくね。娘死んだのが普通に平然としてんだよな。それ以外の対策はないんですか？ありません。誓いの様は医師の天才のようなものです。いるからには共存しなければならない。なおこいつおかしくね、やっぱ。敬い身を構え、被害を最小限に抑えることだけを考えるしかないんだ。それが神だ。淡々と語る伊蔵さんはどっか諦めた、悟ったような目をしている。彼は娘の死を神に殺されたと納得しているのだろうか。だから、おかしいでしょ。わからない。私には理解できない。残念ながら私にしてやれることはありません。事情聴取で疲れているでしょう。二人とも帰って休むといい。そうさせてもらいます。トキちゃん、家まで送るよ。何か言いたげな彼女は半ば連れ出すようにして私は神社を後にした。去り際ちらりと見た伊蔵さんは険しい顔のままこちらをずっと見据えていた。やっぱ、ん？なんで？なんか赤いんだけど。神社から帰り道、時と二人で人気のない大通りを歩く。やべえ、重苦しい沈黙。互いに一言も喋らぬまま重たい足を引きずるように一歩ずつ進む。次は次は誰が死ぬのかな。ボソボソと暗い声でつぶやく彼女。私とは目を合わせようとしない。トキちゃん、そんなに悲観しないで。確かに今まで起きたことは腑に落ちないけど、でもたたり神に殺されるなんてやっぱり現実的じゃなさすぎるよ。得体の知れないものに怯えるより自分の身を守る方法を考えよう。そうだね。まあ誰が来たら帰り討ちにするくらいのね。なんか武器とか持ってたりね。一人にならないようにするとか。確かにそうだ。複数いれば対抗できるね。人目のつかない場所に行かないとか。それで神のたたりが防げるとでも。トキちゃん、あのね、人が殺されたからには必ず犯人がいるんだよ。うん、これは超常現象なんかじゃなくて殺人事件。黒いリンゴさん、分かってないですね。ん？
が分かってないっていうの。どこか冷めたような小馬鹿にした物言いで時が吐き捨てた。私の発言から発言を頭から否定するようなその態度に大人げなくムッとした。ムッとし返す動きが強くなる。誓いな様のこと、いえそういうものの存在を。おじさんだって言ってたじゃないですか。いると認識された瞬間、その存在は本物になる。あなたが誓いな様の話を聞いたとき、神はあなたの心に生まれた。饒舌にどっか熱のこもった言葉をつなぐとき、彼女の目はぼんやりとうつろう。だから分かってないって言うんですよ。確かに分からないわ。それに比べてあなたは随分と誓いな様に。言いかけて私は今まで感じていた違和感の正体に気づいた。ん？そう、彼女はこの話に詳しい。寂れたはずの しとり家の人間以外知り得ないこの話に。まあ確かに。ねえ、トキちゃん、あなたなんでこの話を知ってたの？てっきり翼から以前に聞かされたものだと思っていた。あるいは伊蔵さんが翼と一緒にいた時に話したものだと思い込んでいただけなのだ。彼女がいつどこでどうして誓いな様について知っていたのか、それがわからない。百物語の晩、あの話を聞いた彼女は別段怯えた様子もなかった。うん、確かに。むしろ初めて聞いたような口ぶりではなかったか。なんか笑ってるわ。え？こいつ？時は初めてこちらを向くとゾッとするような笑顔を浮かべてみせた。え？気づけば周りには誰もいない。まだ夕方だというのに街は妙に静まり返っている。生暖かい風が肌に絡みつく。時ちゃん？返事はない。あれだけな、うるさ、何これ買ったカラスの声も今は聞こえない。何かがおかしい。胸騒ぎを覚える。とにかく早くここから立ち去らねば。一歩踏み出した時、視界の端に何かを捉えた。ん？何かがいる。マジかよ。ん？こちらに近づいてくる。やべえ、あ、これあれやん。さっきの誓いな様とか言ってたやつ。うん。鈴の音とともに。おい。ゆっくりと。誰？目の前で。トキちゃん。ん？本能的に刺した誓いな様だ。いや違うんじゃない。今ないな。それは無数の手を伸ばし私に触れる。ざらついた冷たい皮膚が頬を撫で、何かボソボソとつぶやいている。カビのような匂いと湿った空気が目の前に迫る。た、し、も、う、も、う、し、た、し、た、もう知っ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 た
イズ混じりのつぶやく声が耳元に迫る。見てはいけない。聞いてはいけない。今すぐ逃げなければ。そう思うのに目はそらせなかった。体は縫い止められたように動かず、そしてそれはゆっくりと顔に張り付いた。張り付いたお札を、あ、終わった。え？じゃあ、ん？これどういうこと？分岐で変わるってことがどんどん変わっていくのか。じゃあ、アスカさんが殺されたのもこいつだ。先生は関係ない。なあ、どういうことだ。まあ、分岐で変わるってことが犯人な。まあ、もう困ったな。これで何？ 3 つ？一番最初のアスカ3つ。これどういう意味なの？怖っ。やばいでしょ。ちょっと今回はここまでにして、次回まだね、ちょっと攻略王くんっていう人にちょっと聞いてね、ちょっと分岐調べるわ。うん、じゃあまた次回やっていきます。じゃあバイバーイ。